皆さんこんにちは。ウルバナラボ薬剤師の砂川彩音です。今回はアレルギーの解説をしていきたいと思います。そろそろ夏本番となってきて、虫刺され気になる季節じゃありませんか？というわけで、今回はアレルギーに関するちょっとした小話を、虫刺されを例に挙げてお話ししていこうと思います。皆さん、蚊に刺されると痒くなりますか？実は蚊に刺されても痒くならない人というものがいらっしゃいます。そもそも蚊に刺されると赤く腫れ上がります。これはアレルギー反応の一つになります。実はアレルギーの反応っていうのは人によって様々です。蚊に刺された時の痒みとか赤みっていうのは2つのタイプに分けられます。刺されてすぐに痒みや赤み、それから腫れが出てくるもの、もう1つは刺された翌日以降に痒みとか赤みが現れるものになります。でもう1つ厳密に言うと、反応が出ないという方もいらっしゃるので、タイプは3つあるとも言えるかもしれません。でこれ実は面白いことに、年齢が一つの目安になります。実は新生児、生まれたばかりの赤ちゃんっていうのは、蚊に刺されても反応がありません。全然痒くないんですね。で、乳幼児の場合は、刺された翌日以降に赤みとか腫れが出てきます。小さなお子さんがいらっしゃる方は、経験ある方もいらっしゃると思うんですけど、朝からお家から一歩も外に出ていなくて、蚊に刺されるはずがないのに、なぜか赤くなっているということありませんでしょうか？実は当日ではなくて、翌日以降に赤みが出るというのが乳幼児の特徴です。で、それからもう少し大きくなって、幼児期になってくると、刺されてすぐに赤く、痒くなって、一度収まりますが、翌日以降にまた痒みが出てきます。成人になる頃には、刺されてもすぐに赤く、痒くなるというだけになります。そして60歳頃を過ぎてくると、蚊に刺されても反応がなくなります。これすごく不思議な現象だと思います。実はこれは年齢の違いではなく、経験の違いになります。どういうことかというと、蚊に刺される頻度とか回数、それから体質によって違いが現れてきます。そもそもなぜ赤ちゃんが初めて蚊に刺された時に、痒みとか赤みとかそういったものが起こってこないかというと、専門的な言葉では感作と言いますが、アレルギーの原因物質に対して抗体が作られるようになって、初めてアレルギー反応というものは起こってきます。なので、感作が成立していない赤ちゃんの場合は、そもそも反応が起きないんですね。で、何度か蚊に刺されてくると、翌日以降の遅延型の反応が現れるようになってきます。で、さらにたくさん蚊に刺されるようになると、即時型の反応も加わって、即時型と遅延型両方が現れるようになります。で、さらにもっと刺されていくと、今度は即時型だけになってくるんです。そして、さらにたくさん刺されてくると、今度は即時型の反応も起こらなくなって、反応そのものが出なくなることがあります。つまり、蚊に刺される頻度が高い方というのは、反応が出にくくなってくるんです。なので、蚊に刺された時に反応に違いがあるのは、この経験の差が関係していると言えます。年を取ると蚊に刺されても痒くなくなるのではなくて、たくさん蚊に刺されると反応が出なくなってくるので、高齢になる前に早い段階で反応が出なくなってくる方もいらっしゃいます。本当に人の体の免疫の反応っていうのは、まだまだ不思議がいっぱいだなと思います。とは言ってもですね、早い段階から反応が出なくなるようにいっぱい刺されておこうと思うのではなくて、夏場は特に虫刺され対策もしていきましょう。ウルバナラボでは美容や健康に関する情報をお届けしています。グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。